はいどうも、ギャルは今日です。さあ今回はですね、筋肉偉人伝特別編ということで、僕が尊敬する、人物、今回は空手家武道家なんですけどを紹介していきたいと思います。今回紹介していくのはこの方です。じゃあ倉本成春先生という方ですね。この方ですね、空手の先生ですね。倉本塾という自らの道場を持っていまして、今現在1950年4月5日生まれの70歳ですね。それで、ね、この体の厚み、そして恐ろしいこのオーラをまとっています。本当にね、もう伝説の空手家と呼ばれていまして、この先生も、倉本先生の先生も中村秀夫さんといってね、なんとオロチドッポのモデルとなった方でもあります。ちなみにオロチドッポのモデルは一応大山摩擦と中村秀夫さんと言われてるんですね。はい、そういう感じなんですけど、このね、ちなみに倉本成春先生はですね、もちろん武術的な肉体の鍛え方とかも精通してるんですけど、同時にケアの方も精通してまして、結構皆さんがね、使ってる方もトレーニングしてる人だったら多いかもしれない骨盤職人、こういうものなんですけど、そう、これをね考案した方でもいらっしゃるんですね。はい、そしてですね、この倉本成春先生のすごいところなんですけど、そもそもこの倉本先生がやってらっしゃる倉本塾なんですけど、最大の特徴が部位鍛錬なんですね。ちなみにやっぱり空手というとですね、全身やっぱり拳だとかですね、拳の中でも手刀とかあるんですけどね、そしてあと肘ですね、こういった全身、体の全身を凶器と化していく、そこがね、やっぱり空手は単なるスポーツじゃなくて武道たるゆえんかなと僕は考えているんですね。はい、この部位鍛錬をですね、結構力を入れてやってらっしゃるのがこの倉本成春先生なんです。ちょっと写真がね、あんまり見当たらないですけど、この倉本成春先生の拳見てください。おそらくね、地球上で最も狂気の拳を持っている人物だと思います。このね、倉本先生ね、土管をね、素手で割るんですよ。そう、人間技じゃないですね。もしですよ、人間をその拳で突いた、殴ったならば、人間はもう絶命してしまうんじゃないかという感じですね。はい。そして、倉本成春先生のトレーニングなんですけど、この方やっぱり体もすごくね、しっかりできてらっしゃっててですね、やっぱりそのウエイトトレーニングも並行してやっているということで、ただ僕らが行っているような一般的なウエイトトレーニングではなく、本当にその相手を倒すことに特化した、もう武道的な実践に即したトレーニングを自らで考案してやられているということですね。一応インタビューや話によると、ワンハンドダンベルを片手で引き切るような背中のトレーニングなんですけど、これですね、150キロを引くという話でした。これね、60歳超えた当時でもそうおっしゃってらっしゃったんで、すごいね、肉体的にもパワー的にも驚異的な方だと思います。そして極部鍛錬の方法なんですけど、パンパンに詰め込んだこの砂袋。ただ、普通は砂袋をつくんですけど、この倉本先生のところは砂袋でなく、その袋の中に砂ではなく鉄粉を入れるらしいんですね。パンパンにですね。もう単なるだから鉄ですよね。鉄をつくんですよ。鉄をついて、で、拳や、すねなんかを鍛えて強化して、人間の限界を引き出して狂気として仕上げていくという感じなんですけど、この倉本先生の考え方としては、部位は硬く鍛えていって、そして技は柔らかくというね、すごくね、深い教えなんですけど、とりあえずここですね、一つちょっと倉本成春先生の演武の方を見ていきたいと思います。では行きましょう。はい、ではこれより倉本成春先生の試し割りの方を見ていきたいと思います。では、はい、まずはですね、瓦割りから裏剣で3枚4枚ぐらいですかね、粉々に粉砕しました。瓦をこの粉砕の仕方はなかなか見ないですね。そしてここから
小手とおそらく5本の指で抜き手的な形で多分打ったんだと思います。これはね、指をしっかりと鍛えてないと突き指してしまいますね。そしてここからは護身術のさばきと、さばきからの攻撃の演武だと思います。倉本先生はですね、こういう風な護身術も指導しているんですね。倉本先生の護身術の特徴としては、さばいて、そしてとどめを刺します。そうです、殺してしまうんです。護身術ではない気がします。はい、かっこいいですね。そして土管割りですね。すごい、ここから土管を、そしてその前に瓦か、瓦を、これは頭突きではありますね。頭突きって V 鍛錬できるのかな。僕はそれやってなかったな。そして小手、すごいですね。土管って割れるのかな。そして土管を最後に気合を込めて手刀で割ります。いやー、素晴らしい迫力のある演技ですね。倉本有春先生による演武の披露でした。はい、という感じでした。いや、すごいですよね。僕もね、もともと極真空手出身で、そこから足原空手や、伝統派の松濤館流なんかを空手やっててですね。なので、もうこの倉本成春先生がすごい好きで、DVD なんかも買って、そして、毎日立ち木打ちって言って、昔住んでた家の裏山にあった木をね、毎日ね、500本、正剣でついて、裏剣で、もうこれも2、300本やってたな。で、裏剣も2、300本やってて。ローキックなんかも500本、500本ぐらい確か蹴り込んでたんですけど、その当時はやっぱりね、拳なんかもしっかりしてましたね。やっぱり、こういうのって、なんか男のロマンというか憧れですよね。やっぱり、そしてちょっと最近またサボってたので、やっぱりこういうちょっと倉本先生とかの動画を見てくると、やっぱりね、実践性への追求というのを、したくなりますよね。ということで、ちょっとね、今後、こういう、なんか、V 鍛錬なんかも、やっていこうかな、と思います。ということで、本日はここまでですね。ということで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら、バイバイ、じゃあねー。しょっ。いいよ、ケツみたいな胸。生きるため走り出す。夏